さあ今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ。やっと3人揃いましたね。皆様お元気でしょうか。出遅れてましてすいません。そうですよね、いつもね、はい、嬉しいな3人でね始まったよ、うん、ミシェルさん、はい、ミシェルさんって普段一緒にご飯食べたりとかお出かけするお友達、はい、今いらっしゃるかと思うんですけど、そういう方ってやっぱサッカー選手の方が多いですか。いやもうそうは限りません。逆に少ないぐらいでね。あ、そうですか。ただみんな僕の周りは声がでかい人が多いね。あ、そうですか。グラウンドで喋る、あっちで喋る、もう喋る人が多いから、はい、今日もちょっと控えめに行きます。はい、じゃあ体育会系の方が多いってことだと思うんですけど、はいはい、彩乃ちゃんの周りにもいますか。いや割と多いと思います。で私自身はそんなに体育会系ではないんですけど、なんか先ほどおっしゃってた感じだと、はい、私すごい声が大きいので、もしかしたら影響されてちょっと大きいのかと思っています。2人でいたら大変だな、みんな映すね、2人みたいなねということで、はい、今回まず最初にご紹介する企業様なんですけども、体育会系学生就職支援を事業展開しています、うん、こちらの企業様です。競争が激しいプロスポーツの世界、プロスポーツ選手になる夢を追い、その夢が叶う人はわずかであり、夢破れて新しい道を模索する人も多くいることだろう。もしプロのアスリート以外の道を選択しなければならなくなった時、どうすればいいのか。そんな体育会系出身の学生の就職活動を支援する企業がここにある。体育会系の学生だったりとか、ちょっとアスリートの方に特化した、うん、企業様とそういう方をマッチングさせる人材紹介の会社です。仕事を通じてより豊かな人生を提供する株式会社ジールアスリートエージェンシー取締役執行役員星野貴文。ジールアスリートエージェンシーでは新卒の体育会系出身の学生の就職サポートを行うほか、就活の各種イベントを用意している。今回出演していただいた取締役の星野は元サッカー選手として活躍した人物。プロのアスリートとして活躍した期間と引退後のセカンドキャリアの両方を体験している星野は、体育会系出身の学生の就職活動の大切さを痛感している。アスリート系学生が就職活動をする上で大切なこととは何か、星野に話を聞いた。やっぱりこう、はい、世の中で体育会系の学生さんっていうのは求められているものなんですか。はい、体育会系というと、うん、逆にどういうイメージというか印象をお持ちですか。熱血感で、熱血だったりとか、一つしかこう見れないね。そうだよね。あと挨拶とか、うん、あと上下関係とか、うん、結構そういうところの基本的な部分で、うん、結構企業様とか、うん、最近すぐ辞めてしまう人が多いんだよね。あ、なるほど。最近はね、離職率が高いであったりとか、 あと会社に入っても目標を見出せない人がなかなか多かったり、これだっていう、そうなんです。そこでバッと進んでいく、はい、我々それに出会うと突き進むタイプだからね、はい、そうです。我々って一緒にさせていただいて申し訳ないですけど、ね、ありがとうございます。もう共感を感じちゃってさ、はい、今日があんまり喋んない方がいいな、はい、いやいやいや、ありがとうございます、はい、まあそういった中で、まあ、基本的な挨拶ができない方も増えてきているって中で、うん、もうバリバリの営業職で可愛がってもらう術を知っている人が欲しいといった時に、はい、まあ、私たちがお助けマンで、うん、まあ、スポーツやってるからって何も偉くはないんですが、うん、まあ、一つのことに目標に頑張ってきた方っていう、うん、スポーツを通して頑張ってきた方っていうのは活躍できるんではないかっていうことで、うん、はい、そういう方をご紹介して、うん、もう実際に何人も紹介して、はいはい、うまくいってる、あ、いや、まあ、そうですね、人たちも頑張ってます。あ、いますね、実際、はい、ちなみにそのお勤めの方も星野さんをはじめスポーツをやっていたよっていう方が多いですか。結構多いですね、うん、まあ、代表をはじめとして、まあ、私も見ても結構サッカー色が強そうな印象はあるでしょうけれども例えばハンドボールの代表歴のある社員でしたりとか、箱根走ってましたっていう社員だったり、マイナースポーツどころでいうとカヌーの代表歴を、ご一緒に今日ね、はい、来られてる方はダーツのプロだっていう、ね、そうなんですよ、ダーツのプロ資格を、うん、やっぱりそういう気持ちが一番わかる経験をしてきた人たちだから、終わった後にどれだけ大変かっていうのがね、そうですね、ありますもんね、はい、僕はそういう企業が増えてくれることは本当に
ありがたいと思われます。そうですよね、長く幸せでいないとね。そうですね、ちなみにその、はい、サッカーをやっていた方はこういう傾向があって、はい、野球だった方はこうとか、はい、バレーボールはこうとかいろいろパターンありますか、うんうん、はい、例えばじゃあ野球とサッカーって結構対照的で、なるほど、結構野球、まず野球やってる学生の特徴としては、うん、結構大学のコーチ監督もその大学の 1,2 年生の時って、うん、そのじゃあ決められたあの野球部の指定の制服を着て、うん、しっかり授業に臨みなさいと言ったりとか、私も大学行って野球部なんかに挨拶行くと、うん、もうちゃんと止まって挨拶をして、うん、歩きながらすれ違っても、もう礼儀正しくて、もうコーチ監督の言うことをしっかり聞いて、で、まあ、企業に入ってもしっかり協調性を持ってその言われたことをしっかり忠実に動ける、うん、はい、で野球も試合の時には監督の指示通りに忠実に動けるのが、そういう性格を持った人が野球選手は比較的多いかなと、はい、で対照的にサッカーだと、じゃあ例えば授業に出る時に、うん、授業に合った服装を自分で考えてしなさいと、うん、はい、ってなると、まあ、たまにあのサッカー部だとちょっとチャラチャラしてしまうような、うん、ちょっと派手めな自分で、はい、独創的なね、そうなんですよ、うん、でまあ試合を見てみるとやっぱり一つ一つその監督 の、うん、あの指示通り動けないのがサッカーで、うん、自分で工夫してやっていかなきゃいけないって、まあ、いい面としてね捉えればそうですね、うん、あの自分で考えてバイタリティあふれて積極的にいけるのもサッカー選手のいいところだなとか、うん、生み出さなきゃいけないから ね、 そうですね、試合中はね、うん、そういうのをね、だから小さい時からそういう教育されたりするんだけどね、そうですね、なんで結構部活の種目によって結構性格が現れてくるっていうのは確かにあるかもしれないです。ぶつかり合いのあるスポーツと、はい、ぶつかり合い、肉体同士がぶつからないスポーツって、バレーボールはネット挟んでとか、はい、テニスはネット挟んでとか、はい、大きな違いがありますよね。 ありますね、ありますね、はい、そういう、うん、なんて言うんでしょう、分けたところで、うん、はい、さらにそこからこういった職業には何部の方が向いてますっていうのはあります、傾向としては。どうでしょう、結構体育会系は、はい、まあ、その可愛がってもらう術を知ってる方だったりとか、うんうんうん、まあ、その上下関係をしっかりしてるとか、まあ、コミュニケーションとか自然と測ってないとスポーツはできないので、まあ、主に営業職でバリバリと頑張れるような業種職種であったりとか、実際に本当にどんなジャンルに入っていくんですか、ですね、みんな、うんうん、結構もう業種職種規模感も様々で、うん、まあ、基本的に企業様で営業職でちょっと元気のある方が欲しいっていうことだったり、うん、もうリーダーシップ取れて周りを巻き込んでいける方が欲しいっていうことだったり、それはもう車会社であったり、もうそうです、もうそれこそ業種電気屋さんであったりも、そうです、今ね大きな会社が出てるから、一見体育会系だと IT 系とかって壁作っちゃいがちですけれども、はい、活躍できる場っていうのが結構あって、へ、はい、ただもうひたすらやるみたいな、そんなことないと思う、そんなことも幅広くありますね。もういろんな会社に行くと何を求められているかっていうのは逆に分かっちゃったりするわけでしょう、はい、そうですね、ね、行かれてね、あ、そうですね、今こういう会社だからこういう人が合ってんじゃないかとか、あ、そうですね、もう私がアスリート代表みたいな形で、そうですね、あのアスリートの良さをプレゼンしに行くんですが星野さん俺みたいのはどうだみたいな、あ、そうですね、はいはいはい、自分がそこ決まっちゃったらですよ星野さんいかがでしたか、今おいくつですか。私28です。28だ、はい、もうその世界で思いっきりいけるもんね。我々よく言うのは自分の体を一番知ってくれてるトレーナーが近くにいてくれたら、うん、こんな嬉しいことはない。チームドクターってのは順番待ってなきゃいけないし ね、そうじゃないです、プライベートのこういうね、ジュールアスリートさんみたいなところがあって、はい、もう終わったらお願いしますよっていうのが待っててくれるなんて思うと、うん、それこそね、ありがてえなと思う、力になりますよね。そうですね、セカンドキャリアは大変だからね。そうですね、またどんどんね、はい、口コミで人広がっていくと思うの で、ね、はい、応援してますが、ます今後さらにどんな展開を考えていらっしゃいますか。はい、そうですね、もうこういった体育会系に特化したその人材の業界だったりとか、うん、そういうのも結構ライバル会社はあるんですけど、はいはい、まあ、2016年にあの業界ナンバーワンを目指して頑張っていきたいな、うん、来年だ。そうですね、来年度だ、はい、そのためにじゃあ、うん、ガッとこう力入っています。そうですね、やっぱり、はい、ぐる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 県内回ることが多いですか。いや、まあ、関西だったりとか今後九州だったりと各地全国で
どこへでも部活の強い大学があったりとかすればもう挨拶行って、はい、まずもうコーチ監督にご挨拶させていただきながら悩みしっかり、はい、ね、悩みを聞いたり、そうです、アドバイスをしたりとか。だって高校の先生だって、例えば大学の先生だって嬉しいんだよね、うん、っていうのはやっぱり自分がもっと責任を持った生徒をプロになれるのは少ないじゃないですか、はい、そのまだ道を続けられる人は、うん、ほとんどが続けられない人が、はい、その特にどこに大学に就職させたり、どこの社会に生かしたりとか、どこの会社に生かしたりっていうのは、はい、これはもうその高校の先生も大学の先生も大変ですもんね、はい、先生から呼ばれることも多いでしょ。あ、多いです。多いよね、やっぱ。そうだな、ちょっとこの選手可愛がってくんないかみたいな。あ、そうすると変わったりするんだよね。現役中にそういうことがあったりすると、はい、その選手が、はい、こうなんていうの、いいようで大人になったり、まだ現役中なのに。そうですね。あ、我々も現役中なのに指導者の勉強して帰ってくると、なんか自分のプレーに役立ったような感じするわけだから。それはありますね。先に社会人に出てくれた先輩がそういうアドバイスを、こういう考え方もあるぞっていうふうに言ってくれたりすると、はい、蘇ったりするよね。そうですね。28だから俺いるからさ、はい、今から現役にもう一回待って、この体そのままいけるだろうって。いやいやいや、ね、体も瞬発系でしょ。いやいや、もう運動量系です。ガッっていう左サイドバックで、ほらね、だから瞬発系、瞬発系の運動量系でガンガンいけるんだ。よし、元気にそういう話や。僕らセカンドキャリアになっちゃうから、ね、いやでも本当ありがたい、ありがたい、はい、では最後になりますが、はい、星野さんの格言をお伺いできますでしょうか。まあ、その全身全霊で、まあ自分のやってきたことだったりとかを、まあ例えばスポーツ選手で夢半ば諦めてしまったり、いろんな思いを抱えている人たちのまあアドバイスをしながら、またあと企業様のそういう活躍できる人材というのをしっかりとお力になれるように頑張っていければなと思っております。いやー、我々本当スポーツ界、サッカー界のためにもね、今後一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。すいません。舞浜リゾート一望、スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ。ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さて続いてご紹介する企業様なんですが、お二人はかかりつけの歯医者さんってありますか？いや、あります。僕はありますか？もう小さい時から、子供たちが小さい時からずっとその先生に見てもらってて、僕も親だけども、うん、その先生っていう。あ、じゃあ家族ぐるみでお世話になってる歯医者さんがある、はい、そんなあるね。おー、そういう話。そうです、そうです。あゆみちゃんは？私もでも最近まで全然行くことがなくて、つい 1,2 年ぐらいで行き始めて、そこが今のところかかりつけです。あ、じゃあやっぱりお二人ともあるんですね。はい、はい、私正直、まあ、地元にはあるんですけど、うん、東京に来てからなくて困ってるんです。なるほどね。でもみんな綺麗な歯してもんな。そうですよね。ということでですね、続いてご紹介する企業様なんですけども、歯の治療と指導を通じて国民の健康と生活の質の向上に努めています、こちらの企業様です。皆さんは口腔外科とは何かご存知だろうか。口腔外科が扱うのは、頬から首までの範囲に発生する全ての疾患に対して診療を担当する科目のことを指す。この口腔外科と歯科の両方を行っているという委員がここにある。歯科医療人として、医療を通して患者さんの生活を豊かに活力あるものにしたいっていうのは、これはもう共通の願いだと思うんですね。で、特に、当院では患者さん一人一人の価値観を大切にしたいんです。治すから素敵にする歯科医院、幸い町歯科口腔外科医院、院長宮本ひずる。埼玉県の志木駅から徒歩10分のところにある幸い町歯科口腔外科医院。院長の宮本は約2年半オーストラリアのアデレード大学に留学し、診療と研究を行い、さらに日本の大学で教官として臨床、教育、研究を行ったキャリアを持つ。しかし宮本は患者に寄り添い、患者さんを笑顔にしたいという思いのもと、
現在の医院を設立する。さらに宮本の設立した医院には 3D インプラントセンター、アンチエイジングセンター、エステティックセンター、メンテナンスユニットという幸町歯科高度先進医療部を設けている。100年経っても必要とされる歯科医院を目指すというビジョンを掲げた宮本に、歯科医療の現場について聞いた。私歯科と口腔外科って、はい、口腔、はい、別物だって正直知らなくて、うん、私の周りでも何かあったらとりあえず歯医者に行こう、うん、歯医者さんっていうイメージが大きくて、はい、そうですね、歯科は、まあ、いわゆる歯を治療するということですけども、はい、口腔外科となりますと、例えばこう食べるとか話すとか、はい、表情を作るとか、はい、そういうのを支える口腔の機能をすべてこう見るということになるんですね。その辺がこう、まあ、範囲が違うということになりますかね、はい、やっぱりこう歯科と口腔外科っていうのを一緒にされてるっていうのは珍しいんですか？そうですね、うん、診療科目の中で口腔外科もやってますという院は、まあ、時々あるんですけども、うん、標榜に口腔外科を、掲げてやって、はい、専門的にやってるってところは少ないですね。どうしても、こういうところに発生する疾患となりますと、うん、歯科の知識だけではなくて医科の知識も同じレベル、医科と同じレベルで、はい、知ることが必要ですから、それだけ専門的な知識と経験が必要されるんですね。医学的なね、はい、肉体で。そうか、うん、それをこう一緒にやろうと思ったきっかけって何だったんでしょうか？僕は大学生で病院実習の時、口腔外科を回っていた時のことなんですけども、はい、ちょうど、スウェーデンの留学から帰国された先生がいまして、うん、その先生の診療を見ることができたんですね、うん、まあ、この先生実は後に私の師匠となり、はい、現在の日本口腔外科学会の理事長の方なんですけども、その方が顎関節が専門だったんです、はい、で顎関節で悩んでいた患者さんが、ね、そうですね、うん、で治療を受けて、うん、治って喜んでいたんですよね、うん、それを見た時にこんなに患者さんに喜んでもらえることってあるんだって驚いたんですよね。でそれで独学で顎関節を調べてみますと、うん、顎の関節ですからもう食べること、つまり、はい、人生の根源に関連する重要な器官ということが分かったんですね、はい、それでこう歯科と顎関節が専門である口腔科が、うん、これを一緒にやろうと研修したんですね、これ資格は全く別なんですか？同じなんです。同じなんですけど、歯科のライセンスを取った 後口腔外科のこういう、まあ、ライセンスライセンスはそのコースへ行くんですね。口腔外科というコース、はい、なるほど。そこで、まあまあ、修行といいますか、をやって口腔外科の、知識なり経験なりを積んでいくって感じですね。それはありがたいね。そうですね、お口全般のトラブルに全部対応していただける、うん、ってことですよね、はい、今はイノベーション分野の専門施設というものも作られたということなんですが、はいはい、これは何でしょうか？まずは歯科医院ってどうしてもこの怖いとか、ね、痛いとか、はい、負のイメージがあるじゃないですか、はいはい、ですからこのいわゆる、歯科医療イノベーションで、患者さんをこう素敵に笑顔に、うん、はい、それで患者さんのこう喜びがある歯科医院を作りたいなと思ったんですね、うん、それがこう、まあ、歯科医療イノベーションにつながったということになります。幸町歯科には3つのセンターと1つのユニットで構成された高度先進医療部がある。まず最初に 3D インプラントセンター。このセンターでは最先端の医療機器を使用したインプラント治療を受けることができ、幸町歯科口腔外科院が確立したニューシステム4オーラルサージュリー4インプラントという次世代型インプラント治療を導入している。次にアンチエイジングセンター。このセンターでは体の内面からと神秘的な面からアプローチを行う口腔外科ならではのアンチエイジングを受けることができるようになっている。そしてエステティックセンターとは歯の治療だけでなく唇のツヤや形、肌質などに総合的に対応した美しさを追求するセンターとなっている。最後にメンテナンスユニットと呼ばれる治療が終了した患者のメンテナンスを行う専用の癒しの空間が作られている。このように幸町歯科口腔外科院では口腔領域をトータルで治療するための口腔外科と連携した医療部があり、患者に最大限の配慮された施設が整えられている。
メンテナンスもあるんだ、はい、ありがたい。エステもあるっていうのはどういったものなんでしょう、なんかこう想像ができないんです、通常ですと、まあ、歯を治しておしまいですよっていうことになるんですけど、はい、でも笑顔っていうとそれだけじゃないですよね。あ、で笑顔をこう素敵にするためには、まあ、歯も直しますけども、例えばこう唇の形を、ね、あの綺麗に整えたり艶を出したりとか、へ、そっちのエステだ、表情の作り方をまたあのいろいろこうするとか、はい、それもトータルして対応する、そういうセンターになりますね。はあ、綺麗になっちゃうんだ。そうですね、全てが、うん、気持ちもここも外見も、はい、診察の特徴っていうと何かありますか？あの、確かに全ての診療にこだわりはあるんですけども、はい、その中でも、まあ、機能、心理、うん、その辺を着眼しまして、セラミック治療ですね、それの充実を図りました、はいはい、セラミック治療、セラミック治療、まあ、一言にセラミックと言いますも、いろいろ種類がありまして、はい、一番初めに当院でこう、まあ、完成させたのは、アメリカで心肺歯科のあの、うん、この最先端を言ってるんですけども、はい、そこの医療業界の最先端で10年以上のキャリアを持つテクニシャンの方とコラボレーションして、で、あのハリウッドスターの笑顔を日本人用に改良して、でその方に合うお顔とご希望を合わせて作る、あのハリウッドスマイルセラミッククラウン治療っていうんですけども、そういうのを行ってそうするとそのあの色調も透明感があって形も優しいんですよね、うん、そうするともう笑顔がこう明るく素敵になるんですよね、うん、女性の方がすごく喜ばれます、うん、興味あります。やっぱりね、大事だもんね、笑顔で、大事ですよ、特にそれ表に、ね、出ていくハリウッドスターだとかそうだったら、うん、はい、もう一つの笑顔が商品みたいなもんですもんね。そうですね、例えばスポーツ選手であると、はい、あの先ほどのお話みたいにそのこう食いしばりが強いですよね、はい、その場合、人工ダイヤモンドの素材を使うんです。ダイヤモンドですか、でダイヤモンドは非常にこう強度が高いですから、はい、あの、その、耐久性があるんですね。うん、でこれをこうアメリカから一躍取り入れて、でただまあ取り入れるだけではなくて、それを日本人に合うようにも改良して用いてるんですね。そうするとこう、負荷がかかっても大丈夫ですし、しっかり食事も取れるというそういう素材になります。こちらお持ちいただいたものっていうのは、そうですね、これがその、ハリウッドスマイルの、あ、これがまさに、のセラミックですね、はい、もうあのすごく光沢があるんですけども、はい、でこれが、人工ダイヤモンドを使いました、そのセラミックなんですよね。このすごくこうキラキラダイヤモンド上のこう光沢があります。先生のもキラキラ光ってますね。歯医者ですから。綺麗です、本当に。これっていうのは実際自分の歯に装着するもの、はい、そうですっていうことですよね、はい、そうだよね、これね、綺麗な、こう耐久性もやっぱり強いんですか。そうですね。あ、そうですか。インプラントとかやるときによく使用しますね、はい、実際診療にいらっしゃる方っていうのは年齢層はちなみに、はい、うん、どういう方が多いですか。若い方からあのお年寄りの方までも幅広くお見えになりますし、そうすると例えばこういうあのハリウッドスマイルクラウンですと、はい、あの若い女性の方から人気がありますね、綺麗ですから、やっぱ魅力的ですもんね、はい、白いと綺麗だなってこう思われると思うんですね。もちろんその通りなんですけども、はい、僕たちはやるときにその方のこの目の、白身ですね、そこどこ比較するんですね。そこからどれぐらい白くなるか、はい、どうですかね。例えばその白いのもその青っぽい白さと、ちょっとグレーっぽい白さと、本当にこう透明な白さといろいろあるじゃないですか。その色調を合わせて、でその白目よりもちょっとまだ白くするんですね。でそうすると笑った時にその白さが自然なく、自然に、見えてきて、浮かないんだよね、で非常に明るく表情になるんですね。セレックといって、まあ、聞き慣れないかもしれませんけど、セレック、はい、あのドイツで開発されましたキャドカムシステムを用いた、そういう、こうセラミックがあるんですね。でそれがこれなんですけども、これがあの、セラミック上のちょっと難しいんですけども、接着ということをするんですね。接着、例えば歯医者さんで銀歯入れるじゃないですか、はい、金属と歯ってくっつかないんですよね、絶対に。あれはただこうはめてあるだけなんですよね、はい、でこの、セラミックは歯と接着するので、接着するもんですか、はい、接着するんですね。でそうするとですね、例えば
隙間から虫歯にならないとか、はい、あの一言で言うと健康面に優れてるんですね。ですから先ほどあのご覧になっていただいた、ハリウッドスマイルは、うん、若い女性の方、うん、でこのセレックはこの年配以上の健康を重視される方から人気があるんですよね。今後のですね、幸い町歯科口腔外科医院の今後についてもお聞かせいただけますか。歯科医療人として医療を通して患者さんの生活を豊かに活力あるものにしたいっていうのは、これはもう共通の願いだと思うんですね。で特に当院では患者さん一人一人の価値観を大切にしたいんです。でそのためには私たち一人一人が主人公となって太陽のように光り輝く存在であり続けるべきだと思うんですよね。であのお互いに尊重して信頼して認め合って、だから私たちはこう成長してで大人になると思うんですね。で笑顔になります。でそういうこうあのミッションをこう持ってますと、北は北海道、南は九州からこう集まるんですよね。はあ、そういうもんですかね。であの常に患者さんにこう、幸せと愛と感謝が伝わりいいんであり続けると、そういうことを思ってます。でこれはあの100年経ってもそういう活動を続けていたいと思うんですね。はい、素晴らしいね。最後になりますが、はい、宮本さんの格言をお願いします。はい、私たちは、患者さんの太陽としてここにいます。いつでも来てください。幸せと愛と感謝をプレゼントしようと思います。ありがたいね。まさにこうお名前のひずるさん、日が出るとお書きになりますが、はい、そこにまさにこうぴったりというか、そうですね、太陽のような存在、うん、あの自分の存在価値はそこにあるのかなと思ってます。我々も一生のお付き合いの歯を、ね、担当されて、今後ますますね、はい、我々に力を貸してくださいということです。こちらこそまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ビジネスブックコレクション。本気で技術者としてのキャリアを追求し、開発の最前線に関わっていたいのであれば、派遣型技術者は新しい働き方と言えますが、残念ながら世間には本当の姿が伝わっていません。メーカーで正社員として働くのがメインストリームの働き方と考えられていた時代もあります。しかし今は何か特定の働き方をすればそれで大丈夫というメインストリームの生き方があるわけではありません。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、派遣型技術者という選択、エンジニアの新しい働き方。この本を書いたのは技術者派遣事業株式会社 VSN 代表取締役社長の川崎健一郎さん。エンジニアに求められている能力が変わり始めた現在、派遣型技術者の必要性を語る川崎さん。バリューチェーンイノベーターという価値の連鎖の改革を提唱したエンジニア必読の本となっています。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。